今夜の映画は実はパリで大当たりした芝居の映画がですね、ところがあまりこの舞台が面白いので日本でも上演されました。ちょっとその写真見せてください。はい、これは宝田明さんと金田龍之介さんですね。面白い格好ですね。はい、写真ありがとうございました。どういうストーリーか、それはご覧になったらお分かりになります。一目ご覧になったらまあ涙が溢れます。さあ、この映画、今日ご覧になる映画、私ちょうどニューヨークのリバーした時上映しておりました。映画館で見に参りました。偉い人でしたが、そうですね、ニューヨークで当たって当たって当たって一人が平均3回この映画を見るなんていう熱の入れ方でした。そのために今年の夏からこの映画はミュージカルになってまた舞台で上演されております。面白いですね。というわけで、どうしてこの映画がそんなに当たったのか、情があるんですね。本当に可愛くて情けがあるんですね。愛ですね。さあ、どんな話か。クラブのスターがいました。ザザというスターがいました。それを愛しているのが経営者ですね。その経営者とそのザザとはご夫婦になりました。そして20年の美しい夫婦生活でございます。ところがこの旦那、ザと前に一度謝って女の方と交わりました。たった1回だけ。それなのに因果のことに、そのたった1回の過ちで過ちの男の子が生まれましたいうところから、やがてこの男の子が年頃になってきます。さあ、ここでえらい事件が起こるんですけど、そのことはご覧なさい。ご覧になったらまあ涙が溢れます。面白くって、そうして愛らしくって可愛くって。さあ、この映画の主役はウーゴ・トニアツ、男の方ですね、旦那の方ですね。さあ、女王蜂のあの名優ですね。ところが女の方、この女の方、ザザになった方がいいんですね。これがミッシェル・セローと言いまして、これ舞台でこの同じ役をやったんですね。だからいかにも面白くて可愛くていいんですね。男と男のこの夫婦生活、なんと面白いんでしょう。しかも監督がエドワール・モリナロ、この人は絶対絶命。それからやられるいかにも韓国の鋭いスリラーの監督ですね。さあ、だからこの映画、なんともしれん感覚の満ちあふれたコメディ、しかも夫婦愛、そうして男と男のご夫婦なんていうこと、皆さんこれをお部屋でご覧になって旦那さんと奥さんがクスクス終われになる姿がもう目に浮かびます。さあ、これは1978年度のまさにフランスの香水ですね。フランスの匂いがパーンとしますね。さあ、今夜じっくりこの粋な面白い映画を楽しんでください。後でまたお会いしましょうね。そして、はい、ご苦労さん、よかったよ。では続きまして、お待ちかねの舞姫メルクセデス。この人が怒るのは当たり前だよ。デビュー仕立てになってるけど、これちゃんとしたお芝居なのよ。分かってるの、坊や。いいかい、自分の役柄よく考えてごらん。ねえ、嘘でしょ、レナと。相手は同じ大学に行ってる娘さんだ。よくあることさ。娘さん、そんなバカな。任しといて、自信はあるわ。舞台と実生活は違うんだ。その毛深い手を見てごらん。シャリエ氏がキスした時、気づかないはずがないだろう。いかがでしたか。これがまた今年の夏からニューヨークでミュージカルになっているところを考えると、よっ
ほどニューヨークの人はこの作品好きだったんですね。本当にそうでしょう。このアルバン、いかにも男のくせに女の甘ったらしい可愛さ、ちょっとチョコレートを口に入れたり、まあ、あのあたりの仕草、こういうのお茶を持つ仕草、あれなんか本当に女以上に女らしくって、しかも嫌味がないところがいいですな。けれど問題は夫の方ですね。このレナートですね。レナートの方が実は難しいですね。これは男であって、ちょっとやっぱり女の根を全身に持ちながら男になってしまった面白い男ですね。だから綺麗な綺麗なおじさん、けどどっかにやっぱり香水の匂いがしてるんですね。この辺りのこのパリの男、中年男の一度はゲイだったというこのおじさんの感じがいいですな。これがまたニューヨークで評判になったんでしょう。けれどもこのゲイ騒動、最後が見事なオチになりましたね。いろ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 ありまして、東堂、あの道徳連盟ですか、副総裁ですか、あれがいきなり困った、あの大きな大男、それを女装させますね、メイクアップさせますね、ペタペタお尻つけて、さあ、あのいかにも大女になってうろたえるあたりに、パリのゲイの人たちが、ゲイたちがざま見ろバカ野郎と言って短歌を切ったような感じが出て、心当たりいかにも粋な芝居、粋な映画の幕の幕切れですね。本当に面白くございましたね。はい、もう時間来ました。それでは次週の作品ご紹介いたしましょう。